次回の更新は10月21日日曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われたイベントの模様をお伝えします。津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。次回はアクシオ津バレーボールクラブ女子を紹介します。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は11月のボートレース開催日程をお伝えします。10月28日日曜日から11月2日金曜日までの6日間はハートボート三重カップ。7日水曜日から10日土曜日までの4日間は鳥羽一郎杯争奪戦。14日水曜日から17日土曜日までの4日間は創刊70周年記念スポーツ日本杯争奪戦。20日火曜日から25日日曜日までの6日間は G3 参考マキシーカップ。29日木曜日から12月4日火曜日までの6日間はツプライドラウンド第4戦歳末交通安全運動を開催します。過ごしやすくなったこの時期に、高田本山千住寺と一心殿寺内町をのんびりと歩いてみませんか。国宝に指定された千住寺の御影堂如来堂と古い町並みが残る一心殿寺内町をめぐるウォークイベントが開かれます。日時は10月21日日曜日で、受付時間は午前9時30分から午前10時30分です。当日の集合場所は近鉄高田本山駅で、そこから一見田神社、高田本山千住寺、久保田の常夜灯、一心殿商店街、一心殿寺内町の館を巡る 6km のコースを歩きます。他にもおもてなしプレゼントや国宝記念メダルが当たるイベントも開かれます。詳しい情報は広報つ10月1日号に掲載されています。事前の申し込みは不要ですので、気軽にご参加ください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは三重テレビで放送中の津市情報発信番組ツイートツイートから、9月23日に放送しました国宝高田本山千住寺のお膝元一心殿寺内町をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。そして僕は大人になる。